ライフレーシングエンジニアリングは、1990年に、海一に参戦していた、イタリアのマシン製造者、レーシングチームである。シャーシ及びエンジンを自制してエントリーしたものの、出場前線にて、予備予選落ちしている。2009年のグッドウッドフェスティバルオブスピードに、出走したライフ L190。当時と同じ W 型12気筒エンジンを搭載し、フルレストアが施されている。 1988年設立。ライフという名称はオーナーのエルネストビータの姓が英語のライフにあたることから、1989年より、海一のエンジンが自然吸気のみに規定されると様々なレイアウト、機筒数のエンジンが考案されるようになった。その中で、かつてフェラーリのエンジンデザイナーとして活躍したフランコロッキは水平対向エンジンに、 直列エンジンを組み合わせた W 型12気筒エンジンを設計。これを元に1990年シーズンに参戦したのがライフチームである。シャーシは元レーシングドライバーランベルト・レオーニが設立したファーストレーシングが製作したものでリカルド・ディビラとジャンニ・マレッリがデザインをした。1989年にファーストレーシングはデビューする予定だったが結局デビューできず。 そのシャーシを流用して、ナイフが使用した。タイヤは、グッドイヤー。開幕週に登場したマシン L190 は、良くも悪くも注目を浴びた。フェラーリと同じシンクのカラーを身にまとったマシンの前半分は、細身のペンシルノーズとなっており、それなりの美しさを見せるが、後ろ半分は巨大な W 型12気筒エンジンを、 収めるために若干膨らんでおり、空力的に劣ることは目に見えて明らかであった。ドライバーには、豊富な資金力とともに堅実な走りを見せる前、年度のイギリス界3000チャンピオンである、ゲイリー・ブラバムを起用したが、チームとのゴタゴタで2000限りでチームを離脱。3000名以降は、アルファロメオチームで、ファステストラップを記録したこともある、ブルーのジャコメリを起用する。しかし、 ドライバーの腕以前に慢性的なオーバーヒート、過大なエンジン重量、多すぎる部品数、そして肝心のエンジン出力が上がらないのはどうともし、固く予備予選ですら満足にマシンを走らせることは困難であった。エンジンの出力が上がらない原因は中央バンクの排気熱が両端バンクに熱干渉するという問題であったと伝えられる。これは 構造的な問題であり、抜本的な解決方法を見出せなかった。クランクシャフトの設計ミスにより、中央バンクはまともに機能せず、実質上 V 型6気筒エンジンに等しかった。よって、出力は500馬力にも満たず、400から450馬力程度だった。チームは、ジャコメリのコネを使い、彼が以前テストドライバーとして所属した、レイトンハウスが、ジャッドエンジンを、 バージョンアップした際に余剰となった型落ちのエンジンを入手。第13戦ポルトガルグランプリから W が多重に、筆頭エンジンと換装して、レースに出場する一方、並行してエンジンの熟成を進める方針を取った。しかし財政的な余力はなく、欧州からの遠征費がかさむ、第15戦日本グランプリを目前に、第1から撤退した。AB レーシングオン2009年4月号 3A 処方2009年 P46JAN コード4兆9100億9681万499ありがとうございます。